いこ、やっぱマリナちゃん。わかったか。ちょっと待って、いこ。ロゼ。どうも、激辛ジョニス。今日も見直しに火をつけちゃうぞ。と。青カノンです。またいいな。リフレクションのギターのあくんです。はい、やってきましたということで、今回も、リフレクションチャンネルの、この動画がいいと思ったらグッドボタン。入るんだよ。いいから。時間ねえからな。はい、今日はリフレクションとの、チャンネルコラボになります。おい、せんな前回デスオーズ僕一気飲みしたんですけども。トマトジュースだったんですか？違う。トマトジュースじゃねえよ。今回はさらにまた、激辛シリーズの。なんだって、はい、こちらちょっと紹介したいと思います。はい、はい。それがこちらです。じゃじゃん、うん、!18 斤チョコレート、はい。これ知ってます？18禁シーズンなんか食べたことありますよ。それよりちょっと辛くないやつを食べたことある。あー、カレーも、カレーをね。あ、カレー。でも死にかけた。やばいっしょ。やばいね、じゃあ。やばかった。確かに。やばい。これもやばい。やばいこれチョコなんですけど、うん、甘いイメージじゃないですか。はい、これね。もちろん。もう、根底を覆される。マジで？やつです。じゃあやめよう。いやいや、やめるわけにはいけないですよ。あなたよ、また辛いのなんで食わないの？しょうがないじゃないですか、激辛ジョニーなんで。ふざけんな、ね、今日はちょっとこれを、皆さんにちょっとぜひ食べていただきたくて、で、ね、普通の人、あんま、まあ、辛さ得意か、ね、得意じゃない、まあ、普通の人なんで、それと、ジョニーが食べて、なんだ普通の人、激辛に関して、ね、普通の人って言い方があるか、まあまあまあ、大物だ、いい、もう、ちょっと激辛のね、激辛のことに関して話してるだけだからね。もうめんどくせえな、マジで。果たしてこれジョニー食べるとどんな感じになるか、まあ比較の意味も込めて、ちょっと、ね、ちょっとだけこう感じ、ちょっとだけでいいんで、ね、ちょっとかじってもらえれば、うん。じゃあ、早速開けていきましょう。じゃじゃんと、はい。これね、コンドームじゃない。ちょっとね、一個僕前かじったんですけども、これ、うん、ちょっと開いてるんですけど、はい。結構入ってる、やだ、うわ、はい、はい、はい、やば、こんな感じです。これ、うちら丸ごと食べるってこと？これ食べるの？いや、多分丸ごと食べれないと思います。怖いな、ちょっと。やばくない？まあ、見た目は普通のチョコレートなんですよ、こんな感じで、はい、全然見た目わかんないね。じゃあ、ちょっと、わかんないね、一つずつ。ちょっと怖くなってきた、うち、そう、トラウマ持ってんだよね18禁の。あ、本当に？うん、撮影中止になったから、前、カレー食べてて。マジで？クライになったの。確かに僕も18禁シリーズのカレーライスは余裕だろうと思って余裕ぶっこいて食べたら、あの、帰り道になりました。あの、食べきれなかったです。あの、一番デンジャーカレーってやつ。怖い怖い怖い。マジで？どんぐらいだったらいけるかな。あの、前歯でちょっとかじりつくぐらい。いや、これはちょっと行き過ぎ、うん、でもまあちょっとぐらいやったら、まあ、それぐらいやったら多分デスソースよりもしかしたらあの、パンチ力あるかもしれないです。マジで？一応世界一辛い唐辛子としてギネス登録されてた。まあ今は違うんですけども、ジョロキアはこれ使ってます、ふんだんにね。で、バターとか砂糖とか使ってるんですけど、もう全然関係ないぐらい多分。やめようよ、じゃあ。おい、なんでここに置いてんだよ、食えよ。食わねえ、食べますよ。はい。やばい、めっちゃ怖い。いや、俺じゃねえよ。ちょっと、いくよ、はい、せーのでいくよ。ちょっとでいい？心の準備はいいでしょうか。ちょっとでいいよ。はい、オッケー。テンションおかしいなとてもこれからめちゃくちゃこれ本当に帰り道に最近本当に気をつけた方がいい。全然大丈夫だ。はい、行きますよ、はい、じゃあ、じゃあ二人に、はい、18禁チョコレート食べてもらいます。せーの、これドッキリなんか普通のチョコっていうドッキリ。いやいやいや、結構辛いよこれ、マジでドッキリ。やばいでしょ、やばいでしょ、辛いだろ。チョコでじゃん、ガルボみたいな。ガルボじゃねえよあれ、あれに似てる、あのクランキーチョコレートまあどっちかというとそういう感じ。カレーから、え、もう始まったよ、またふざけんな。おい、ドッキリでしょこれ。ちゃんとリアクションしろよ。なんかドッキリでしょ。あれ、あ、でもなんか全然、いや辛いから、これマジで辛いから。始める、おいおい、ない、牛乳ガッツンで飲んでんじゃねえ。牛乳は好きだから飲んでんだよ関係ねえだろ、辛いんだろ。ガルボじゃねえから。言っときますよ、マジで辛いっすかこれ。だって普通のチョコじゃん、じゃあもうちょっとかじってみてよ。なんか中にクリームとか入ったらよかったかもねマジでやめてくれ。二人は痩せ我慢してるだけです。だって正直に言えって言うから。もういいから、そのくだりマジでリアクションしてよ。リアクションすればいいの。だから辛いってよりかなんか甘いまあ甘いっていうかしょっぱい。あ、でもなんか塩は塩塩チョコ。いえ、うん、塩チョコじゃねえから。なんか塩チョコってめっちゃうまいじゃん、なんかしょっぱみと甘みの。そう、そうだね。いや、よしよし、あれっぽい。いや、塩入ってねえからこれ。あ、でも22カロリーだからダイエットにはいいと思う。そういう話じゃねえんだよ。辛いだろ。じゃあもうちょっと、じゃあ分かった、もうちょっと
大きめにかじってみれば、うんうん、ちょっと、はい、あくんもうちょっと、牛乳飲みたい、辛すぎて牛乳飲みたい、どう、どう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 、うん、普通まあ普通だね、うん、普通じゃないでしょ、やばくない、やばくない、ああ言ってるけど、ああ言ってるけど、ほらこんな感じで痩せ我慢してるんですけども、あでもこれが多分普通の人の反応で、プロの激辛マスターはそうね、逆だろ、逆やっぱすごいよね、いかになんか辛そうに食べるかがプロみたいな、リアクション辛い辛いってなるでしょ普通、俺がやりづらいわマジで、どういうリアクションが多い、遅えな、リアクション遅えな、そんな時間差で来るの、辛いよ辛いよいやこれねやばいよ、上手だね、いや上手じゃなくて上手だね、いやマジで辛いが上手だね、やめろ本名言うなそうやってやるんだ、覚悟を決めていきます、はい、じゃあ18件いきましょう、いただきます、さあ選手からの挑戦本名言うな、さあどうなるか、どんな表情を起こすか、これこそ激辛マイスター、あーね、来るね、来た、真骨頂激辛フェイスそうやってやるんだ、あーそうやってやるんだ、これやばい、あーこれ丸々一枚ってやばいぞ、マジで、あー確かにチョコの味はしますけどね、あ普通に美味しいよね、うん、いいから喉に突き刺す感じ、カレー残り4枚あるから、うん、これ美味しい、こっち食ってやめろ、こっち食ってタピオカチョコじゃねえよ、お前のパックそろそろ時間大丈夫、むちゃくやばい、そっか時間がやばいから、じゃあ残りのもう一気食いしよう、そしたら、うん、お祭りのようにもうしていいんじゃない、うん、待って最後まで見届けろ、はい、あーこれやばいぞ、帰っていい、やめて帰っていい、これあの危険ですからね、あんまりあの本当に辛いの糖尿病になっちゃうから、あんまチョコたくさん食べる、あの辛いの苦手な方これね息食いすると本当に危険だからね、俺のこの食いか食いさしてもらえる、いいね、汚ねえって言うんじゃねえよ、食えよ、はい、食わねえよ、はい、はい、板チョコのようにいただきます、ちゃんと倒木あ、飛ぶた、おいおいちょっとケツ勝っちゃうんだから、おいじゃね、じゃね、最後まで見届ける、お疲れ、お前、汗が、おい、消すなよ今食ってんだよ汗見て、ちょっと汗が、汗がでも、上手になったね上手とかじゃない、辛いから、うまいね、やばいやばい、見て、うまいじゃん、汗が、ほら、もうちょっと寄らないと、ほらほらほら、さっき切り拭きでやってた、切り拭きじゃない、前に終わんのもカレー出てほしい、あ出てほしいじゃん、早くいいから、18斤チョコレート食べ終わったんですけども、やばい、汗がもうジョンジョンどんどんジョンジョン吹き出してきましたよ、本当に出てる、すごい、本当に辛いですね、今でも口の中辛いの残ってるでしょ、それない、それはない、というわけで今回も激辛バトルに見事勝利したということで、はい、それでアマゾンで売ってますんでね、キムチ食べれる人だったら食べれる、食べれねえから、牛角キムチとか、ああ、ちょうどそんぐらい、全然そんなレベルじゃない、ちょうどそんぐらいだね、ちげえからそんなレベルじゃないぐらい気をつけてください、迂闊にチャレンジしない方がいいかなと思います、というわけで、今回出演していただいた、リフレクチャンネルの、チャンネルは概要欄に貼り付けてますので、ぜひチェックしてねーと、というわけで、もしこの動画が良ければグッドボタン、グッドチャンネル登録よろしくお願いします、ツイッター等々も更新してますので、これお願いしまーす、お察しは辛かったね、全然やばい、見て汗やばくない、本当のこと言うと、うん、ちょっと辛かった、辛いんだよ